おはるー、どうも牛脂です。ちょっと今緊急で動画を回しております。本当に本当に緊急の緊急で、私牛脂になっちゃったんです。ちょっと最近ですね、以前からマシュマロボディと言わせていただいていたんですが、ちょっと本当に牛になっちゃったんで緊急です。どれくらい緊急かと言いますと、とある企画、とあるお仕事で結構な露出をすることになりまして、本当に急ぎで緊急でそぎ落とさないといけないということになりました。大丈夫？しかも1ヶ月後2ヶ月後とかの話ではなくて、もうその企画をするのはもう1週間後とかそういうレベル感の話なんです。なので私も以前からお世話になっております、駆け込み寺みたいなところがね、もうずっと何年も前から通っているところがありまして、そちらで牛脂を溶かしていただこうかなと思っております。そして私が今回行かせていただくのは秋葉原にあるエタニティというエステサロンでございます。いつもお世話になっております。そして今回なんとですね、動画撮影して OK ということなので早速行きたいと思います。それではレッツゴー。ダイエット中。はい、エタニティさんの前にやってまいりました。では本日もよろしくお願いします。そうなんですけど、オーダーメイドって50分なんですよね。なんかご希望はありますか？それやりたいとか。いつもお任せさせていただきますよね。そうですよね。はい、とりあえず、なんかお仕事で、はい、衣装を着なくてはいけなくて、はいはい、でそれで見えるところが全部過ぎて、はい、その二の腕も、はい、お腹も、はい、足も、はい、全部ですね。全部です。はい。すごい。この辺も詰まってますよね。そう。ね。すごい久々。そうですよね。いつそのお仕事あるんですか？なんか1週間後に1回と、はい、あと3週間後とか1ヶ月後とかに1回で、はい、もう油断めっちゃしてて。いつもやっていただいてるので、うん、なんか私が今日食べちゃうから、なんか元通りみたいな。食べるのお好きでしたもんね。そのままリセットされてしまう。やっぱ気をつけた方がいいですよね。なんかね、これだとって代謝が上がってるから、ちょっとね、気をつけていただくとね、締まり感もね、違ってくるんですけどね。失礼します。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。これ強さ、4段階に4です。もっと下げます。すごい。あ、でもまだ行けそう。行けそう。わ、すごい。痛いけど、あ、そうですよね。希望まだいいんですか？希望、よく上げてみます？いや、いいですよね。いや、とか言います。
もっと全然強くいける人もいます。いますね、3ぐらいとか。うん、そうね、まあ人それぞれすごい、これ何をされてるかというと、こんな、あ、これいいんじゃないですか。あ、すごい、すごい絞ってますみたいな。絞ってますこれはラジオ波って言って、ラジオ波、硬くなった脂肪や筋肉を柔らかくほぐして、セルライトをちょっとちっちゃくしていくのも効くんです。セルライトが多ければ多いほど痛い。痛いですね、最初は多いし、硬い人が多いので老廃物がいっぱい、毎日ついちゃってるので痛いです、ただだん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 柔らかくなってくると痛みはなくなってくる。これって今日やった時ね、そうなんですけど、この後も代謝が上がっていって、上がるので、翌月なんかももっと引き締まったりとか、体の状態が次の日でもキープされて締まります。あ、ですよね、ちょっと長くやってましたね。そうそう、あー、プルン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 、一回プルンします。すごい、プルン、すごい、はい、動物の水飲み。お尻の境目がもうなくなっちゃって、なくなっちゃって、この辺しっかりどうしたら。そうです、ね、でもお尻痛そうね、うん、でもね、頑張るには、そうそうやる気はない。今日は寝かせませんみたいな。やばいやばい。でもなんか私たまに寝てます、なんか寝てますよね、うん、夢見るときありますもん。どうですか、最初のこれ。あー、痛いなぁ、痛いなぁ。あ、これはいける、全然いけます。すごい、この1段階だけでも結構差がね、あるね。ちょっとね、やっぱりこう普段この時期汗かくので、表面が冷えてたりするから、あー、固くなってきたいんですよね。そうだ、でもなんか家とかでも冷房とかつけちゃうから、あ、そうです、ね、すごい、いらける気がする。つままれてますね。頑張りましょう。笑っちゃう、痛さ、笑っちゃう。どのくらいですか？
てるかね。あ、うん、これでもすごいね。これはなんかいた気持ちいい、うん、これはするね、うん、なんかモードが違う。そう、これ吸いっぱなしなので、うん、で流す。すごい肉が踊ってるね。思わず笑っちゃう。でもこれなんか気持ちいい感じ、うん、ね、そうですよね。スイッパの人といけますね、うん、登録。見れるの嬉しい。あ、ね、なんか新鮮ですよね。新鮮になってたと思う。これ強さは大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫。なんかそんなに自分の見ないと。
血流がね、血流も良くなった、うんうん、どうですか、痛い、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、はい、お、でも、あ、痛い、痛い、痛いですよね痛かったでもなんか珍しいなと思って、いつも1だったんですよねだからでも今日はなんかちょっといけんのかな、いけんのかな、ね、思ったらいけませんでした、違った、ね、気のせい、気のせい電子の流れが良くなっていくので、うん、何発生するの？そう。
ですよね。あのやっぱりあの5大栄養素というかバランスよく食べて、なんかお腹いっぱいじゃないですか。糖質とかね、気をつけて。そうですよね。食事がね、偏ってると痩せにくいんですよね。糖質とかも取りすぎて、そうすると、血糖値の乱高下、急激に上がったりすると、お腹が空いちゃうんですよね。それで我慢し、我慢し、できなくなっちゃうので、はいね、ちょうどほどほどの量で、夕食なんかは、朝お腹空いて目が覚めたみたいな、それくらいの量がちょうどいいですよね。そう、朝ちょっともたえてるなとかってそういうんだと、内臓も休まってないから、はい、なんか全部心当たりあるそうですか。でもバランスよく食べると、あまりお腹空かなかったりとかするんですよね。そう、でタンパク質もちゃんとタンパク質と脂質、良質な油を取っていくとそんなにお腹空かないんですよね。
呼吸しなかったのでゆっくりできました。すごい途中今後半意識がぶっ飛んでおりました。ありがとうございます。サチ。日焼け止めだけでちょっと眉毛とリップはやっているけどね、それだけでこんな血色のいいお肌になりました。デトックスに、はぁ、キャシャ、ちょっと恥ずかしい、恥ずかしすぎる、ただいい、やだ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 、ありがとうございます。お疲れ様でした。いつもありがとうございます。めちゃくちゃデトックスされました。よかったです。いや気持ちよかった、ね、撮影とか本番とか頑張ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お世話になります。お世話します。はい、というわけで今回私が緊急で牛脂をそぎ落とさなければいけなくなったその理由はなんとですね、7月14日の YouTube ライブにて発表いたします。イエイ。すみません、こちらの動画ではまだ秘密でございます。ここまで見てくださった皆様本当にありがとうございます。7月の14日のお昼からですね、TikTok ライブからの YouTube ライブの流れになるかと思うんですけれども、ぜひ生配信遊びに来てください。よろしくお願いします。一緒に楽しい時間を過ごしましょうね。本日も見てくださってありがとうございました。それではまたね。14日お楽しみに。最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタン、コメント、チャンネル登録お待ちしております。インスタ、X、TikTok も覗いてみてね。それではまたねー。